お前は？え？ちょっと待って、なんでお前って言うの？え？なんでお前って言うの？俺か。なんだよー。ありがとう。終了。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。おう。久しぶりじゃない？この挨拶。いやー、なんかずーっと隠し撮ってってやってきたから、久しぶりだなって思うんですけども、今回は、なんと隠し撮りまーす。イエーイ。パフパフ、パフパフ。ひょにょ。あれ、また隠し撮んのかよって思った、そこのあなた。また隠し撮っちゃいます。いやーもうね、ちょっとね、今回だけは、そうねー、また隠し撮んのかよーとか言われるのはもう承知の上なんですけども、また隠し撮っちゃいたいと思います。今回は、りょうさんがもうすぐ仕事から帰ってくるので、年上彼氏に、お前と呼び続けます。イエーイ。2回目。はい、というわけで、まあ僕とりょうさんはですね、12歳年の差があって、彼の方が12歳年上なんですけども、普段はそういうお前とかは一切言わなくてですね、まあ言ってもまああなたとかは結構僕使っちゃうんですけど、まあそれはちょっと方言も混じってあるんですけどね。で、まあそういうお前とか言ってどういう反応するかっていうのを隠し撮りしていこうと思います。それではやっていきましょう。イエス。終了。まだ4時前にゃん。ね、今日早く帰ってこれてよかった。俺もビール欲しい。これ冷やしておったん。うん、ありがとう。ちょうだい。それ何ついてんの？バタピー。食べよう。あ、なにこれ。レモンサワー。美味しそう。乗ったよ。乗ったよ。最初はグー。うん。じゃんけんぽい。はい。最初、3回勝負。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。えい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。俺か。なんだよー。ありがとう。ひょにょ。おなぴー。変な言葉言わないの？お腹がすいたぴーだもん。バタピーと一緒だよ。それをさ、いやらしく思うか、普通に思うか、その人の今まで生きてきた中の経験値だからさ。やめてもん、そんな。何回も。えい。うん、あ、美味しいこれ。うん、餃子食べていい？食べて。食べさせて。なんで？なんで？タレがさ、うん、結構にじんでんのよ。あらま。あ、いいよタレなしでも。え、タレなしでいいの？はい。熱い？あ、はい。大丈夫？うん、大丈夫。ごめんごめん。そんな熱いと思わなかった。うん、おいしい。うん、食べて。美味しい。うん、美味しいっす。何どうしたね。北風小僧。いつの間にか北風小僧のカンタロウを歌ってたドッキリ。どういうこと。今日夜何しようかね。何する？何する？何する？なんかしたことあんの？ないんですよ。まあいいんじゃん、ゆっくりすれば。意外とさ、うん、広くてさ、うん、安いところはあるんだよね。餃子もこう食べたい。届くじゃん。届くでしょ。取って。最初はグー。いやいやなんでよ。はい、熱いよ。お前は？うん？食べよ。うん。これ後ででいいや。うん、まあ。よかった。なんなのこの美味しさ。ほらめっちゃ広くない？見て。はい。あ、いいじゃんいいじゃん。シャワー浴びないの。え、なんで？後ででいいよ、まだ。浴びない気だろう、今日。浴びる、浴びる。知ってんだから。浴びるよ。そうやって、浴びないんだから。お前も食べた。どういうこと？餃子。え？お前も食べないよ。ちょっと待って、なんでお前って言うの？え？なんでお前って言うの？何が？なんでお前って言うんだよ。いつも言うじゃん。言わないじゃん。お前も食べないよ。うるせえよ。終了。お前も食べなって。うるせえよ。なんでお前って言うんだよ。美味しいから。うん。うん。おいしい。開くんが。どう？何の？あれ？お味は。あ、そっち？お前って呼ばれる気分はどうって言ってるのかと思って。どう？お味は。うん。おいしい。よかった。
おいしいね。どう、あの最近お前はお前の最近どう？どういう質問よ。お前の最近どうかなと思って。お前の最近、うんうん、うん、悪くはない。悪くない。楽しい人生を。ああ、よかったよ。歩んでいるよ。お前は？俺、うん、俺も相変わらず全然。いや、なんか最近その、うん、まあ外出自粛とはいえ、うんうん、そもそも陰キャだからさ、うんうん、家に出たくない人だからさ、家からね、うん、だから全然何も不自由がない僕は。うん、お前よかったじゃん。お前は？お前はさっき言うたやんけ。あ、言ったな。うん。何回同じ質問するんだよ。餃子いただいていい？うん、いいよ。どうぞ。お前が取ってよ。お前が取って。貴様で取れよ。お前が取れよ。貴様で取れよ。お前が取れよ。貴様って。貴様って言われることなくない？ないよ。はい。うん、言うて、お前って呼ばれることもないよ、ひょうにょ。え、なんでよ、なんで、なんの、なんでお前とか呼ぶの。ん、なんでお前とか呼ぶの。お前よ。叩かないで。叩かないでよ。やめてよ、なんかそういうの。もうやめるんだ。やめてよ。なんか普段叩いてるみたいな感じで言うのやめて。風評被害だ。てってねー、バナーン。はい、というわけで今回の企画は、お前と年下彼氏に言われたらどういう反応するかをやってみました。イエーイ。でしょうね。バレてた。うん、だって明らかに、なんか、うん、俺下手くそなんだよな。明らかにおかしかったよね。なんかそわそわしてるしさ、言っていいのかいけないのかみたいな、なんかそういうためみたいなのあったでしょ。うん、すごいなんかそわそわしてんなと思ったんだよね。あ、もう感づいてたでしょ。うん、でやたら連発するからさ、お前っていうのうまくできないんだよな、俺。まあまあまあ、バレバレ。ひょうにょ。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンもお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。下手くそじゃん。おい、お前何してんだよ。天かす食べてる。なんでやねん。美味しいよ。